皆さん、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。元気ないじゃないか。なんかみんな年末年始疲れてるのかな。どうぞ。はい、はい、あの冒頭一件申し上げます。113番元素の命名権の取得についてであります。昨年末ギリギリのタイミングでありましたが、非常に嬉しいニュースであります。113番元素の命名権が森田康介博士を代表とする我が国の研究グループに付与されることが国際学会の審査で決定をいたしました。新元素の命名はアジアでは初の快挙であり、ノーベル賞の受賞に続き我が国の基礎研究の大きな成果であると誇りに思います。今後所定の手続きの後、全世界の教科書の元素周期表に我が国初の元素記号が載ることになりますが、これにより子どもたちが科学に興味を持ち、次世代の研究者が育っていくことを期待したいと思います。またこれまで研究にご尽力されてきた研究者の方々に敬意を表するとともに、特定国立研究開発法人の候補である理研をはじめ我が国の研究機関において引き続きこうした優れた成果が生み出されるよう、ますます科学技術、学術の進行を図ってまいりたいと思います。はい、ではどうぞ。幹事社から質問していただきます。新年1回目の会見ということで、幹事社は NHK ですね。です、山本さんですね。山松です。山松、はい、山松さんですね。よろしくお願いします。あの1回目の会見ですので、はい、大臣の抱負をお聞かせいただきたいのと、今年あの夏に参議院選挙が予定されてまして、はい、いわゆる18歳選挙権についての、まあ、本格的な対応などの課題もありますので、はい、あの文部科学行政で職内に対する、まあ、決意などもお聞かせください。はい、まあ、年末年始短くございましたが、2016年平成28年のスタートにあたりですね、改めて教育、科学技術、文化、スポーツの振興に努めてまいりたいと思います。文部科学省をはじめ関係の皆様方と協力をしてですね、やっぱりもっとはオールジャパンでお互いに持てる力を発揮し合って取り組んでいきたいと思います。今年はね、リオデジャネイロのオリンピック・パラリンピック大会もございます。それが終わるといよいよ2020年に向けての、まあ、文化プログラムをはじめですね、スタート地点に我が国は立つことになりますから、これは JOC、JPC、また JSC、日体協、それぞれの団体と協力をして、また経済団体、何よりも組織委員会とね、意思疎通を図り、東京都をしっかり応援していきたいと思っています。そう考えると、そのためにも遠藤利明オリパラ担当大臣とも常に意思疎通を図りながら取り組む必要があると思います。夏の参議院選挙に向けてはですね、まあ、いよいよ今日から通常国会開会となります。TPP に関して言えば、私たちはあの著作権法の改正を関連法案の中に取り組むものとなっておりますし、またあの攻めの納税に向けてもそうでしょうし、 TPP を締結することがまさしく我が国のマーケットを世界に拡大していくことにつながりますから、ということはやはり日本という国をやっぱりより多くの国に理解をしていただく、そのためには、文化をはじめとしてですね、教育の果たすべき役割は大きいし、また科学技術関連、スポーツ関連、これはある意味では外交を補完しリードする役割も持っていると思っています。5月には G7 の教育大臣会合もありますし、一つ一つ丁寧に取り組んでいきたいと思います。以上です。
はい、毎日新聞の三木さん、どうぞ。これです。先ほどの10歳の研究権の試験者に関係なんですけれども、この10歳の政治活動についてですね、デモあるいはこの集会への参加について、いくつかの教育委員会ではですね、届け出制も検討しているというところが、現地の取材などで分かっているんですけれども、はい、有識者かなんかに聞くと、主体的活動をその、萎縮するんではないか、あるいはその憲法の思想信条の自由に抵触するんではないかという話でございますけれども、この辺について大臣の所感をお願いします。はい、国公私立問わずですね、これは基本的には、各都道府県の教育委員会、また学校法人と、あるいは国立大学法人が所管しておりますので、所管に任せたいと思います。所管、違う意味での所管という意味で言えば、そこまでなんか縛る必要があるのかなという一面と、もう一面は、やはりエスカレートをしないように、行動を把握をしておくということはですね、そういう判断もあるのかなと思いますが、まさしく学校自体が常に警察であったり司法関係者であったり医療機関であったり福祉機関であったりですね、常に外部の機関と連携を常に持っておく必要があると思いますし、その集会に参加とかデモに参加することを報告をさせて、さらになんか活動を萎縮させるようなことのないように配慮してほしいと思います。はい、どうぞ。読売新聞の浅野と申します。文献出版の件なんですけれども、文献出版の県政中の教務省について、学校関係者に補助活動をしていたことが、読売新聞の調査結果に、賛成党政府の関連している賛成党社にも、新たに他の教科書会社でも関係するということなんですけれども、この件に関しては、はい、報道はもちろん接しておりますし、報告もいただいております。で、1月20日までに各教科書会社に対しては、三省堂が行ったような事案に類する、いわゆる営業活動ですよね、でこういうことがあれば報告してほしいと申していた段階でですね、一部報道で明らかになったことは大変残念に思いますし、各教科書会社、またぜひこれは文科省とも連携を取りながらですね、営業活動の在り方についてはやっぱ一定のルールがあった方がいいと思います。私はすべてがダメだというつもりはもちろんありませんが、やはり、教科書採択に関わる以上はですね、採択前の教科書をこう、見せびらかすというか、そして金品のやり取りがあって、それを採択に結びつけようと思われるような行為は、これは現に慎むべきだと思います。同時にですね、やはり各民間会社でありますから、営業努力というのはそれぞれなされるものだと思いますが、それはやっぱり抜け駆けはダメだし、ズルもダメですし、一定のルールがあってしかるべきだと思いますから、ここは各教科書会社の団体と、また文科省とちょっと調整をしていただきたいと思っています。まず1月20日までにの報告をいただくことになっておりますから、速やかに報告いただきたいと思います。そうすると10時から事例交付がありますので、できればあと1問ぐらいで終わりたいと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ。すみません。はい、共同通信の菅です。昨年の話でしたけれども、はい、共同派の議員連盟で漫画の赤い虫の決議とございましたけれども、はい、これまでは以前、麻生政権の時にそういった構想があって、文化庁の中でも検討したりして、結局、ダメになった経緯がありました。今回はまた違う進め方で取り組まれますけれども、以前、所管されていた
あの立場としてまた今議連の幹事長としてあの 今後どのように進めていきたいかということを考えさせていただければと思います。引き続き、漫画議連の幹事長として取り組みたいと思います。誤解のないように言えば、MANGA 議連でありまして、漫画とアニメとゲームを合わせた、いわゆるメディアコンテンツ、文化の振興に関する議員連盟であります。そのナショナルセンターが必要ではないかということが、いわゆる麻生政権の時の大きな目標でありましたが、残念ながら当時国営漫画喫茶などと揶揄されてポン座をしてしまいました。ただそうはいうものの、民主党政権においてもですね、コンテンツの重要性はご理解をいただいて、その事業については継続しているものと承知しております。実は2020年に向けてだけではなく、我が国の国際的なですね、やっぱりもうサブカルチャーではなくメインカルチャーとしてですね、発信をしていく、また作品の散逸を防ぐための保全、そして関わるその産業としてのですね、労働者のですね、やっぱり育成、さまざまな課題を抱えておることは事実でありますので、我が国が世界に誇る文化としてね、そのためのナショナルセンターを官民連携して、整備し発信していくべきではないかと、これが実は議連の大きな目標であります。これは議連の幹事長として、議連の会長は古谷啓司先生であり、最高顧問が麻生太郎大臣でもありましてですね、ここはやっぱり特にオリンピックに向けて丁寧に取り組み、またソフト事業については継続した取り組みがありますので、しっかり取り組みたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。